演舞開演。どうも、本日はこちら、山口製パンのフレンチスティックを食べたいと思います。いや、フジパンでした。山崎じゃなかった。ああ、こういう子なんでやっちゃうかな。フレンチスティックだ、フレンチトーストも、ね、もう見た目からこの。では、いただきます。この広がりがフレンチトーストの醍醐味です。フレンチトーストの染み込んだ甘い汁が噛んだ瞬間に口の中に広がり、パンがあっさりしていて、それがうまく引き立っていて、とっても美味しかったです。フレンチトースト、いろいろな楽しみ方がありますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。